朝は弱いですか？弱い弱い。だって言うよ、ね、今日もそうですけど、夜遅くまでお仕事されるわけじゃないですか。本当に全然起きらんないですよ。だからどうやって起きてるんですか？え、どうやって起きてるんですか？いや普通にご期待に添えないんですけど、はい、普通に目覚ましをご期待に添えないんですけど、そうなんですか？マジで普通に目覚ましておきます。そうだったんですね。ちょっと方待ちだったんですけど、ちょっと方待ちあったと思いますけど、はいはい、普通に目覚ましておきますね。なるほど、まあ、気をつけましょうね、あんたにはね。そうですね、はい、深追いはしないですね。いや、なんかちょっとまずいのかなと思って全然いやまずくないんですよ。奥さんも朝弱いんですか？違います。逆に言うと、はいはい、それぞれ仕事のペースが違いますから、はい、目覚ましで起きます。なるほど。いやそこほうって言う。でも、うん、たまには、うん、ちょっと明日7時に起こしてくれへんみたいなこと言って、はいはいはい、分かったなんて言って、はい、で次の日ね、はい、たまに起こしてくれます、はい、ほどうやってどうやって起こしてくれるの？お前のね、深追いポイント間違ってるんだよ。どうやって起こされるんですかね？普通に起きてっていう。すんで起きなかったらどうなんですか？起きないことないでしょ、それなら。でなんかちょっと、いやなんかチューしてくれなきゃ起きられへんみたいな感じのやり取りはないんですか？お前さ、お前が結婚した時覚えてるよ。徹底的にやるからな、そのくだりを。お前やめときましょう、やめときましょう、これ、はい、これね。